間の12時に落語会っていうのはやるもんではないのでございますね。というのは12時といえば世間様はもう世の中が動き出してますけども、話し家にとって昼の12時というのは夜中の3時ぐらいの感覚でございますから、まだなんか起きたばっかりのようなそういう感じで、いろんなことありますね。楽屋でずっとこう下手な弟子の落語をこう聞いてこうって寝ちゃったんですね。それも熟睡ですよ。で自分の出囃子が聞こえて弟子に起こされて講座へこの間上がりましたけど、寝起きで落語をやったなんていう珍しいこともありましたが、まあとにかく昼間の12時徐々に、落語家の方もテンションを上げて、お客さんの方もテンションがこう上がっていくと。ですからこのあと第2部が抜群にきっと面白くなるんじゃないかなというそんな気もします。昔から十人寄れば気は問いろなんてことを言っていろんな極小の方がおりまして、中にそそっかしい人からも昔からたくさんおります。眼鏡を頭にかけたまんまこう眼鏡を探してる人だとか、手袋をはめたまんま鼻ほじっちゃってこう汚がってるやつだとか、マスクをしたまんまペーなんて痰を吐いちゃってカーンなんていう、私もそそっかしいんで、夏場なんか赤い髪が落ちてんな、ひょいとつまんだら蚊取り線香の火だったりしてあちゃーなんという、バカな話があります。そそっかしい人ってのはとにかく状況判断が全くできないんでしょう。そそっかしい人の小話なんてのがあって、小三師匠、小三師匠はこんなやり方をしてましたね。おい貞や貞吉、お呼びでございますか。ちょいとな、郵便局へ行ってきてほしいんだ。えい、かしこまりました。おいおいおい、待て待て、バカだな、あいつはそそっかしいな。はがきを買ってきてもらおうと思ったのに何にも要求を聞かずスーッと行っちゃったよ。そそっかしいやつがあったもんだな。いや、旦那行ってきました。行ってきましたって、お前郵便局何しに行ってきたんだ。見てきました。別段何も変わりはございませんでしたなんていう、これがごく普通にやるやり方ですが、これが昭和の名人古今亭新章師匠になるともっと感覚的ですから、全然同じ小話でも違いますね。おい、佐吉、お呼びでございますか。ちょいとな、郵便局へ行ってきてもらいたいんだ。へい、かしこまりました。おい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 、待ちだ。そそっかしいやつだな。はがきを買ってきてもらおうと思ったんだけど要件を聞かず行っちゃったよ。なんでそそっかしいやつなんだ。旦那行ってきました。はい、ご苦労。これで終わってしまうという実に感覚的、よく考えると両方とも二人ともそそっかしいというのを、表現しているわけでございますね。その昔Sokotsu Nagaya という長屋がございまして、これはもうとにかく住んでる住人が全員そそっかしい、元から全員そそっかしいわけじゃなく、中にはまともな人もいたんですけども、あまりにも周りがそそっかしいからこれは呆れけっていなくなっちゃって、で類は友を呼ぶじゃございませんけれども、そそっかしいやつが吸い寄せられて、越してくる。気がつくと長屋の住人全員そそっかしいという、ですからもう会話が常人人には全くついていけない、そんなような日常会話で、おい吉根が朝からみっともねえ。何だい何だいじゃねえや、長屋のね、壁ってのは薄いんだよ、全部聞こえてくるんだから、よしねえな。何がじゃねえよこの野郎、朝っぱらから夫婦喧嘩なんかしやがって、みっともねえよ。いや俺は夫婦喧嘩なんかしないよ、しないよとかそういうことよく言うね、全部聞こえてきてるんだよ。寄せってんだ。寄せってんだって、俺は夫婦喧嘩はできないよ、一人もんだから。ああそうだ、おめえ一人もんだった、一人もんでも夫婦喧嘩やったろ。いやそんな俺器用な真似はできねえな。おかしいね、確かに聞こえたよ、かか出てけってあれは違うんだよ、兄貴の命だけどね、そうじゃねえんだよ、かか出てけじゃなくてね、俺がね、今朝その土間のところをね、掃除をしたんだよ。そしたらその裏口からあの野郎が入ってきやったんだよ。泥棒か。いやいやいや、泥棒じゃねえよ、そんなね恐ろしいもんじゃなくてさ、もうちょっと穏やかなね、なんだい、こうその裏口からこうぬっとこうよく減ってくんだろう、あ岡本信とか、なんで岡本信とか減ってくんだい。よく昔のドラマで裏口からこうぬっと減ってきたじゃねえか。あの古典落語に岡本信とは出てこねえんだよ。違うよ、ほらほらこうやってこうやってさ、こう人にまとわりつくやつだ。ああダフや。いやダフ屋じゃねえよ、それ確かにまとわりつくけど違うよ、動物が、減ってきたんだ
象か？いや、象だってそんな大きなものがこんなに減ってくるわけはねえじゃねえかい。もっと小せえよ。モグラ、出し抜けに小さくしやった。そうじゃねえよ。夜こう表をこう歩いてるやつだ。夜表を、ああ、火の用心か？いや、だから火の用心は違うよ。動物だってそう言ってんじゃねえかよ。こう、四つ足でな、うん、こう、まとわりついてくる。四つ足のダフ屋、四つ足のダフ屋じゃない。違うよ。もっとこうさ、こう泣くやつ、泣くやつ、スズメじゃねえよ。こうよく猫が、惜しいな、すぐそばまで来てんだけど、猫のね、兄貴みたいなもんだよ。そうだ、犬だ。なんだ犬かい。随分時間がかかったね。犬が減ってきた。そうなんだよ。その裏口からね、赤いさ、赤むじのね、犬が減ってきやって、俺がきれいに掃除したここにね、馬糞をしやがったんだよ。犬が馬糞をするのかするんだよ。あんまり汚い畜生だから、この赤が出てけってこう怒鳴ったんだ。ああ、なるほど、カカー出てけじゃなくて、赤犬だから赤出てけか。そうなんだよ。だけどお前ね、言葉は考えた方がいいよ。ただ赤出てけなんて、俺はね、カカー出てけと勘違いしたけどね、赤出てけってまともにこう聞いちゃったらばさ、三軒隣とね、玄ちゃんなんだ、共産党だよ、荷物まとめてさ、出てかなくちゃ。そういうもんかね。で、いねえな。え、ダフ屋？ダフ屋じゃねえよ、その赤犬だ。いや、俺はもう脅かして、おっぱらったよ。ああ、惜しいことをしたな。俺がいたらその犬ぶち殺してな、腹から熊の胃を取ってやったんだけどな。おめえはそぞっかしいな。犬の腹から熊の胃が取れるかよ。オットセイと間違えやがって、なんという。これが普段の会話ですから、別に笑いを狙ってるわけでも何でもない。これが日常の会話ですから、まともな人間はついてこない。この粗骨長屋でもって最強おコンビと言われている、粗骨者がいて、豆でそそっかしい、そして武将でそそっかしい、豆でそそっかしいやつの方が兄貴分で、表で出ちゃ何か勘違いして騒動を長屋へ持ち帰って、弟分の武将でそそっかしいやつがそれを3倍も4倍も話を大きくするという、この豆でそそっかしいやつが浅草の観音様にお参りに行って帰り道、雷門のところへ来るってえと、大勢の人だかり、もう中が気になってしょうがない。ちょっとすいません。え、何ですか？これ中何ですか？いや、分かりませんね。え、分かんない。これ中何ですか？分かんないよ。みんな分かんないのかな。ちょっとおじさん、はい、これ中何ですか？さあ、え、さあ、お前は雨か？え、いや、さあって、いや、そうじゃないよ、さあどうだかなって、そういうつもりで言ったんで。あ、そう、分かんないんですか？分かんないよ。分かんないの、なんで見てるの？いや、そのうち分かるんじゃないかと思って見てんだい。そのうち分かるんじゃないかと思って見ていたのに、結局分かんなかったらば、その後の人生はどうします？知らないよ、そんなことは。ち前へ出たいような心持ちなんですけどね。さあ、いらないよ、こんな大勢人がいるんだから。なんとかこう見れませんかね。そうだな、顎でもスカーンと外して顔伸ばしは見れるんじゃねえか。ああ、そうですか。いや、冗談だよ。なんだ、冗談かよ。俺、本当に外そうかと思った。なんとか前へ。いや、俺だって出たいんだけど、こんな大勢人がいるんだから出られないよ。ああ、そうですか。でも私は誰よりも前へ出たい、そんな男です。そんなこと言われたって困るよ。なんとか、いい知恵は。そうだな、こんだけ大勢人がいるんだから。まさか飛んでくわけにもいかねえしね。ああ、そうだ。またぐらでもくぐってったら前に出れるんじゃ。ああ、そうですか。ああ、なるほど。またぐら、あ、それはいい考え、どうもありがとうございます。じゃあ、ちょいと、なんだよ。人のまたぐらくぐるな。どうもすいません。ちょいと、あう、ドロー、なんだよ、なんだよ、気づいてならねえな。俺はただね、またぐらを通ってるだけの男だよ。なんだよ、ドロボって。何も取っちゃいねえよ。そんなことはねえじゃねえか。おめえ今な、またぐらでくぐるときに、俺のこのまた下に貼ってあった公約をおでこで剥がしていった。しょうもがねえな、あったく。あ、おう、前出た。よーん、はーっ。なんか変な人がまたぐらが出てきちゃったね、ほら。ちょっと皆さん、これ行き倒れですからね、いつまで見ててもしょうがないんですよ。なるべくね、いろんな人に見ていただきたいんだ。身元が分かんなくて困ってますからね。今またぐらから出てきた人、あた、こっちいらっしゃい。よん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 、どう。ありがとうございます。いや、別に礼を言うことはないんですよ。これから始まるんですか？いや、別に何も始まんないよ。
いや何にも始まんないよってこんな大勢人がいるなんかやるんでしょ、みんなで踊るとか。いやそんなことしませんよ、そんなことしません。なんかやるはずだよ、この人が。ああそうだ、あの人魚姫かなんか連れてきて。いやそんなの捕まえてませんからね。ああじゃあ、あの牛娘が出てくるんですか。何ですかその牛娘。よくあの浅草の奥山で、あるでしょ、あっち大好きなんですよ、あの見せ物。牛娘のお花ちゃんなんてことで、てけてん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 と出てくるんですよ。まあ、娘といってもね、大抵がババアなんでございますからね、一応化粧してますから、で可愛らしいね、こういうね、なりをしてるんだけども、顔がね、人間で、手がね、気の毒なことに牛なんです、ひずめなんですね。でお花ちゃんが雑巾を縫いますよ、牛娘のお花ちゃんに大きな拍手をってと、源座さんがてけてん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 と三味線を弾くとね、もう器用にね、この沈めを持って、こうそんな衝撃的な見せ物私は知りませんよ。じゃあ何やるんですか。いや別にやんないんですよ、生き倒れですから。あ、生き倒れをこれからやるんですか。変な人が出てきちゃったな。いやあのね、身元が分かんなくて困ってるんですよ。ちょっとあなたもね、ご覧になって。おうおうおう、誰か寝てやら。おうおう、見とねえか、みんなあの見てるんだぞ。起きて生き倒れをやれ。あた変なこと言っちゃいけないね。起きやしないよ、死んでるんだから。え、死んでる。だってあた生き倒れだってそう言ったじゃないですか。死んでるのに生き倒れとはこれいかに。いや変な問答仕掛けちゃ困るよ。とりあえずね、こもをこまくって、知った方だかどうか。いや知ってるわけありませんけどね、こんなやつ。ああそうですか、それ 見ないといけないんですか。いやしょっ、決まりが悪いと見えて向こう向いて死んでますね。いやそんなことはないですよ。いやいやそういうことですよ。何にもね、心にやましいことがなかったら堂々とね、こう死に顔を見せますよ。こうやって横向いて死んでるってことは、これは何か後ろめたいことがあるんですね。そのことについて、どっかあのお店行って一杯やりながら話しましょうか。いやそんな暇ありませんよ。よくあの知ってる方どうかあの顔をご覧になって、顔をご覧になってって、あっ、どうしました。熊の野郎だ。脳天熊五郎ですよ。脳天熊五郎、あなた知り合い。知り合いもないもん。あしのとと友達ですよ。と隣に住んでるんですよ。あのちくわの友です。それを言うんだったらちくばの友でしょ。いやいや違うんです、二人とも一番好きな食べ物はちくわですから、ちくわの友です。文句あるか。いや別に文句ありませんけどね。仲がいいんですよ。親友ですよ。生まれた時は別々だけど死ぬ時は別々って仲です。それは当たり前でしょ。当たり前の中で文句あるか。いや別に文句ありませんけどね。しっかりしろ、しっかりしろ。いやいやしっかりしませんよ、死んでんだから。死んでる、てめえが締め殺しやがったな。いやそうじゃありませんよ。しかしまあ、よかった、よかったってところと、やっぱりてめえが締め殺しやがったな。いやいやそうじゃない、あの身元が分かってよかったってんですよ。何しろね、もうゆんべからね、こんなになっちゃってね、書きつけも隠居も何にも持ってないで、もう実に困っていたんですがね。ああそうですか、じゃあお前さんね、誠に申し訳ございませんが、ひとっ走り行って、この人のうち行ってね、おかみさんを呼んできてくださいな。ああかみさんいないんですよ。おおかみさんはいない、一人も、いません。でも連れてきますか。いやいなかったら連れてきようがないでしょ。探します。いや探したってダメですよ。じゃあのご両親、両親いないんですよ。ああ両親、親戚も何にもいないです。本当にかわいそうなやつなんですよ。こんなかわいそうなやつはいないんですよ。どのくらいかわいそうかというとね、才能のないヘレン・ケラーみたいなやつですね。それはよく分かんないけどかわいそうだと思いますけどね。お情けないやつなんですよ。こんな姿になっちゃって。どのくらい情けないかというとね、エマニュエル夫人に間違えられたキュリー夫人みたいなもんですね。さっきから言ってることはよく分かんないんだけどね。そう、じゃあ知り合いがいないんですか、その親戚が。ああじゃあ あなたね、あの友達なんでしょね、あのちくわの友なんでしょね。じゃああなたすいませんが、これ引き取ってくれませんかね。私が。そりゃよしよしよ、あの野郎また裏から出てきてパー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 うめえこと言って持ってっちゃったなんてんでね、あとで言いたくもねえし、腹は探られるのは嫌ですからね。あとおかしなこと言っちゃ困るな。そうっす、当人連れてきましょう。なんですか。当人。ああ親戚、親戚いないんですよ。当人連れてきます。何ですかその当人って。生き倒れの当人を連れてきます。何ですか。いやあの生き倒れの当人って、あの脳天熊連れてきますよ。おお脳天熊さんを連れてくる。じゃあここにあの倒れてるな。脳天熊ですよ。あとあの落ち着いて、友達がこんなになっちゃってて落ち着いてられるわけやね。そりゃそうでしょうけどね。
ちょっとあっちによく分かんないですよ。なんですかその粋な俺の当人。いや、今朝ね、この野郎に会ったんですよ。ちょいとね、浅草の観音様にお参りに行くからね、つけあねえかって言ったら、なんか風邪ひいたからよすよなんてんでね。ああ、そうですか。ああ、じゃあ違う。今朝この人と会った。ああ、じゃあ違います。この人は、ゆんべからここに倒れてるんです。そうでしょ。だから当人を連れてこないと分からないって言うんですよ。そそっかしいやつですからね、ここでこんなになっちゃってこと気がつかねえで、うちでのんきにタバコ吸ってんです。 あんたわけがわかんないこと言わずに、ちょいと落ち着いて、友達がこんなになっちゃってる、落ち着いてるのに、いや、終わったな、あったく。いや、あんたがね、疑ってる気持ちはよくわかるんですよ。だから、とりあえず、とりあえず、当人を連れてきます。いいですかね。で、二つこう並べて、同じだということがわかったら、そっちも私いいよね。わけがわかんないな、あんた。冗談、じゃあすぐ呼んできますからね。しばらくバンをして、いや、ちょっと、あんた、行っちゃダメだ、行っちゃっちゃ、あ、行っちゃったよ。 バカバカしいね。生きて俺の当人を連れて、おじさん、あんたそんなところでゲラゲラ笑ってないでね、どう思います？まあね、あれだけの人ですからね、きっと生きだおれの当人っての声連れてきて、私たちを笑わせてくれますよ。変なことして困るな。何をしてやんだよ、まったく。クマのやつは、おう、クマ、どこ行っちゃったんだよ。うちの空っぽだよ。こんな一大事の時どうしてうちにいねえんだよ、のべつうちにうるくせしやがって。よ、なんだい。 おお、ここにある。おお、湯飲み、同じの使ってや。いくら共同部だって同じ湯飲み。ああ、茶碗も同じだぜ。俺、あそこにかけてある。お、床もで。おんと同じ。ああ、これじゃタンスも。ああ、俺のうちだ。しょうがねえな、まったく。あれ、クマの家どこだったっけな。ちょっと、金ちゃんに聞いてみよう。金ちゃん、それだけどね、クマの家忘れちゃったんだよ。お世話作るよね、金ちゃん。私は大家だ。あ、どうもすいません。金ちゃんの家はどこですか？ 隣だよ。ああ、そうさ、隣。ああ、どうも、金ちゃん。すまねえな、熊の家で忘れちゃった。どこだよ。うちの隣だよ。ああ、そう。あ、どうもありがとう。ああ、熊。おめえって何をしてるんだい。だから私は大家だよ。お前、誰を探してて、熊の家忘れちゃって。だから、うちの右隣が、金ちゃんの家で、金ちゃんの家の右隣が、熊の家。ああ、そうさ、どうもありがとうございます。ええ、ああ、ここだ、ここだ。あお、熊、あけつくれい。おう、熊。 あいつはそそっかしいじゃったく、戸袋叩いてやる。バカだね。<笑>クマ、クマだってやる。<笑>誰呼んでんだろうな。<笑>クマ、ああ、おう、そこは戸袋だよ。こっちへ行ってきた。あう、この野郎。てめえ冗談じゃねえぞ。どうしてどうもこうもねえよ。情けねえ野郎だな。 何かをしくじったか、しくじるも何も、おお、しくじるだよ。今朝俺、おめえに言ったろ。ちょっと、あそこに行くって。どこへ、どこへって、ほら、あそこ行ったんだよ。なんだ、どこ、どこって、ほら、ちょ、遠くの、平壌、平壌じゃねえ。そんなとこ行かねえよ、俺は。浅草行ったんだ。 おお、そくそ、何しに行ったんだい。観音様だよ、こうやってね。お参りをしてね、雷門の脇まで来たら、おお、勢の人だがんだよ。俺、なんか気になってしょうがねえから、これなんか何ですかって言ったら、さーってから、おめえは雨かって、そう言ったんだよ。したら、顎を外せってから、さーんってこれは冗談だってから、またぐらい来るやったら、公約を剥がされて、ドロボーってんでな、ひょいとこう前を見たらな、牛娘のお花ちゃんが、テケテン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 、さっぱり分かんないんだけども。分かんないんだけどもじゃねえんだよ。おめえな、生きだおれだ。生きだおれ。 ああ、ハワイへ行ったのか。何、アロハをえなんてんで、お前、生き倒れとアロハを得って一つもシャレとして合わさってねえんだよ。この野郎、生き倒れって聞いてまだぼんやりしてやんな。いいか、落ち着けよ。おめえ、ゆんべな、浅草で死んでるよ。俺が浅草で死んでる？ 兄貴の前だけど、俺なんだかまだ死んだような心持ちがしねえ。それがおめえはずうずうしいってんで、初めて死んで死んだ心持ちは分かるわけねえじゃねえか。徐々に徐々に死んだんだとこう分かるんだよ。だけど、俺は死なねえ。この野郎、生意気なこと言って、人間ってのは寿命があって必ず死ぬんだよ。だけど若いよ。 若さなんか関係ないよな。尺まで生きる人もあるやな、生まれてすぐ死んじゃう人だっているんだよ。八百屋の小僧なんざ3つの時にどぶ落っこって死んだよ。でも俺は死にたくねえ。それは気持ちは分かるよ、死にたくねえって気持ちは分かるよ。だけどね、死んだんだ。一番中に俺がお前のこと死んだったってそう言ってんだよ。ちくわの友だよね。夕日に向かってな、生まれた時は別々だけど死ぬ時は別々の中だと、こう語り合った。俺がそう言ってんだよ。仮な、おめえが死んでなくてもな、他のやつが死んだと言ったら、それは死んでないと言ってもいいんだよ。でもな、一番中に俺がお前 お前が死んだと言ったら、仮に死んでなくても死んだんだよ。よく分かんないよ、言ってることが。おめえ、ゆんべどこ行った？
どこ行ったって中しやかしてね、まみちんところもってしやかしが出て、夜明かしが出たからそこで一杯やってさ、でいい心地になって帰ってきたんだけどね、雷門の脇まで来たのは覚えてんだけど、あとはどこをどうやって帰ってきたか覚えて、ほーれ見ろ、それが何よりの証拠じゃねえか、おめえな悪い先に当たったんだよ、それでな雷門の脇まで来てもう気持ち悪いってんで、倒れて死んじゃったんだよ、死んだのも気がつかずに帰ってきちゃったんだよ。おお、言われてみたら、なんか俺朝からなんか具合があり死んだんだよ。俺死んだのかな、かなじゃねえんだ、死んだ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 んだ、そうだ、よし、悲しいことだな、泣いたってしょうがねえんだよな、あのな、おめえを晩してる人がいるんだからな、ちゃんとお礼を申し上げなくちゃいけねえんだよね、とにかく行こう、どこに、あの死骸を一人に、誰の、おめえのだよ。兄貴待ってくれよ、今更これが私の死骸ですなんて照れるな、照れてる場合じゃねえよ、早くしろよこの野郎、ちょっと待ってくれ、今履き物、履き物なんざ履かなくたっていいんだい、だけどガラスの破片なんか踏んだらこの野郎死んだやつがな、怪我の心配してやろ、バカ、いいからこっちへ出ろよな、おお、ちょっと金ちゃん金ちゃん、あのうち留守すから後頼む、だから私は大家だ、しょうがねえよ、まったく、お前は今日から金ちゃんになれこの野郎、金ちゃん、お前は今日から大家になれ、私が大家、お前たちみんな棚立てだ、何言ってんだ、いいから歩け歩けな、ちゃんとね、あのおじさんにお礼を言うんだよ、ゆんべから本当にお世話になりましたって、自分のことなんだからな、向こうだってな、行き倒れの当人に来られたらな、もうぐーの音も出ねえはずなんだからな、ほらほら、ね、みんな見てんだよ、おめえのこと見てんだよ、この野郎真っ赤になって恥ずかしがってやるな、どけ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 、どけ、お前を開けろこの野郎、ちょ、行き倒れの当人が来たから邪魔でどけこの野郎、どうも、先ほどは、また来たよ、あの人。やっちゃったね、わけわかんなくて、いやあの分かったでしょ、そうなんですよ、うちへ行けってね、野郎に話をするとね、花は死んだような心地が死ねなんて分かりきった強情張って、まだそんなこと言ってんな、勘弁してくださいよ、で勘で含めるように話をしたらね、俺は死んだんだとようやく認めたんでね、それで野郎を連れてきましたから、こっち来ればこっち、このおじさんにずっと夢から世話になってんだから、ちゃんとお礼申し上げて、どうも知らなかったんですよ、兄貴に言われて驚いてるんですよ、私ゆんべここで死んじゃったそうで、同じような人がもう一人増えちゃったよ、これ困ったな、あなたじゃないんだからご覧なさい、見りゃ分かる、いいです、いいですじゃなくて、見なさいよ、生地死に目に合わねえ方が、おかしなことじゃ困るな、おめえもないいから見ろよな、向こうだって二つ並べて同じだってことが分かんないと、渡せねえんだから、ああそうかい、ええことになっちゃったな、これ、これ、兄貴これ俺か、おめえじゃねえか、顔も着物も全く同じだろ、でもなんか面が汚ねえぞ、死に顔なんてのは変わるもんだよ、面がバカに長いよ、一晩四つで当たったか伸びちゃったんだよ、これ俺じゃねえな、おめえだよ、いやこれ俺じゃねえよ、じゃあ誰だい、これ兄貴おめえじゃねえか、二人で変なことやっちゃ困るな、まったく、二人で首かじ、ちょっとおじさん笑ってないで助けてくれよ、だから言ったでしょ、行き倒れの当人を連れてきて笑わしてくれよ、勘弁してまあまあ私に任せてください、解決してあげますか、ああお二方ちょっと話聞いてくださいよ、あのね、能天熊五郎さん、この行き倒れはあなたじゃありません、もちろん兄貴分のあなたでもございません、この行き倒れは誰かというと私なんです、およしなさい、あなた話はこんがらがってやってんだから、ちょっとあの落ち着いて落ち着いて、友達がこんなになっちゃって落ち着いてられるわけで、また始まったよ、全く、いやいや、あのね、二人じゃないんだよ、二人じゃねえって誰、おお、熊よく見てみろよ、ここの鼻の横のほくろ、ほくろがおめえと同じじゃねえか、こっちだ、ほくろ、これはね、あのおふくろがね、お前のほくろは可愛らしいんだよ、お前のほくろは本当に可愛らしいから、どんなことがあってもね、あのこうやって消したりね、取ったりしたらいけないんだよって、じゃあこれ俺か、そうだおめえだ、俺ね、情けねえ姿になっちゃって、こんなことだったらもっとなんかうめえもの食っとけよかったな、泣いてるよ、しょうがないな、まったく、おいいからいいから、かつげかつげ、おめえ頭まで、俺足を持つから、あっダメだ、手をつけちゃった、今役人が来るから、下ろして手をやろう、何を言ってやんだい、当人が自分で俺だって言ったらこんな確かな話じゃねえだろうよ、で一番仲のいい俺がこいつだってそう言ってんだよ、ほら見物人がみんなそうだそうだって言ってるじゃねえか、ここで違うって言ってるのはおめえだけなんだよ、だからおめえの負けだ、いや勝ち負けじゃないよ、全く、しょうがない、皆さんもね、生き倒れ生き倒れって生やすんじゃないよ、手拍子やめなさいよ、全く、しょうがないな、あいいか、いいから、あちょっと兄貴なんだか分かんなくなっちゃった、どうしたい、抱かれてんのは確かに俺だけど、抱いてる俺は一体どこの誰だろう。